皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。BTS の V、キム・テヒョン、が兵役中ながら注目を集めるエピソードが報じられ、世界中のファンの心を揺さぶりました。軍隊での生活に適応しながらも彼のカリスマ性とリーダーシップが周囲にポジティブな影響を与えているとされています。特に、同僚の士気を高める活動や、 音楽と芸術への情熱を通じて休息時間を活気づける姿が話題となりました。軍の同僚によると、テヒョンは歌や楽しいエピソードを共有することでチームの絆を深め、思いやりある性格で同僚を支えているといいます。困難な状況に直面した際には、優しく効果的な方法でサポートを提供し、ストレスを和らげる存在として頼られているとのことです。この姿勢は、 華やかなエンターテインメントの世界で見せるものとは異なる彼の感情豊かな一面を垣間見せています。さらに、テヒョンは兵役中の自由時間を利用して新しい曲作りにも取り組んでいると伝えられています。これらの未公開作品は、友情や旅、故郷、ファンへの思いをテーマにした感情豊かな楽曲になると予想されています。 彼が軍隊生活で得た経験は彼の音楽に新たな深みと色彩をもたらしているようです。BTS の所属事務所ハイブも、テヒョンが兵役中であっても創造性を保ち続けていると認めています。公式声明では彼がどこにいてもインスピレーションを探し続ける真のアーティストであるとし、彼の復帰後の新作に大いなる期待を寄せるようファンに呼びかけました。こうした姿勢は、 テヒョンの才能と努力を称える一方で彼が個人としても成長を続けていることを強調しています。このような感動的なエピソードはファンの間で広まり、SNS には応援のハッシュタグが登場しました。ファンたちは、テヒョンの献身とポジティブな態度を誇りに思い彼の音楽やエンターテインメントへの復帰を待ち望んでいます。特に彼の思いやりや人々を助ける姿勢に感動し、 応援の声を高めています。これらのストーリーは、テヒョンが単なるアイドルやアーティストではなく、どこにいても周囲に良い影響を与えられる特別な存在であることを改めて示しています。彼の兵役期間中の成長と創造性は、復帰後の新たなステージでさらに輝きを増すことでしょう。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想は コメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。